前々期2023年冬アニメ円盤売上ランキング。はい、どうも、リヒトです。というわけでね、今回は全然ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、冬アニメですね、非常に不作という声も多かった。もうね、いろいろとアニメ離脱する人もいたという中での、円盤売上ランキングトップ32です、今回は。全部でなんと47作品というところね、昔はね、結構早めの段階で円盤売上ランキングで紹介してたんですけれども、まあ、やっぱ、ある程度ね、有力作品で揃った状態で紹介した方がね、そのデータとしてはね、まあ、正しいし、もちろん、見応えもあるのかなというところで、まあ、ちょっと、タイミングが犠牲になってますけれどもね。ほぼ、まあ、もう全作品ほぼ出揃ったっていうぐらいかな。冬アニメって何か出てないのあるかな。もうね、今出てないっていうのはもうめちゃくちゃ遅いですからね。本当に。冬アニメ、出てないのも、アヤトラぐらいか。もうほぼ全部発売されたと言って過言でないというところで、アヤトラなんてね、放送延期ありましたからね、そもそもね。うん、っていうところで、ランキングトップ32、全部で47作品の円盤売を紹介というところですね。毎度のことなんですけども、そんだけ円盤売上が出てない作品があるために32という風になっているというところで、32が大量発生してますんでね、気になる作品の部分はお見逃しないよう、お気をつけいただけたらなと思います。またね、今回ランキングに対する感想、ご意見とかね、また円盤売上どうとかね、またいろいろまたコメントお待ちしてますというところで、今回はですね、まあ、結構極端でね、結果としては、これこんな売れたんみたいな、まあ、全体のレベル感としてはですね、まあ、不作と言われた割には頑張ったんじゃないかなって僕は思ってますし、こんな売れたのってのは結構ありましたよね。うん、ってのはあったし、まあ、衝撃的なヒットもあればね、その大爆死みたいな、これ絶対ヒットするやろって開幕前思ってたやつが、まさかの、なんか2桁みたいなね、いろいろありましたけれどもね、まあ、すでにアニメ円盤売上最新情報みたいなんで、僕毎回ね、円盤売上紹介してるんで、まあ、そのまとめ、総まとめっていうのは総まとめなんですけど、累計売上とか更新してありますね、その点またお楽しみに、ご覧いただけたらなと思います。というところで早速ですね、32、無限に続く32から紹介します。32です、32、数字です。ヴィンランドサガシーズン2というところですね。こちらが、ブルーディスク153枚以下、DVD69 枚以下というところですね。で、一件265枚でしたんで、まあこれはね、数字出なくてもしょうがないのかなっていうのをね、思いましたけど、ヴィンランドサガ本当に面白かったですから、そういう意味では、まあちょっとね、悲しい結果だなと思いますけどもね、まあ一件あんだけ面白くて数字がこんだけなんですから、まあ売れづらい作品とやっぱ売れやすい作品、まあ、面白さにやっぱ比例しない部分は大いにありますんでね。はい、っていうところで。32になってます。まあ、これマジで見てほしいですね、ヴィンランドサガ。はい、では次32です。32、数字です。アルスの居住という子をね、もう史上最悪レベルのぶん投げ言動をかましましてね、もう頭がなんかハテナでいっぱいになった、それまで面白くなる要素が詰まったけど面白くないという、それだけだということをね、かなり酷評してた中でも、なんだかんだね、普通に見てたんですよ、最終回のね。最終回で評価はもう地の底に落ちてしまったのかなという中で、まあ、数字は出ませんでした。はい、クミちゃんね、可愛かったですね、読みやさんじゃね。はい、では32です。32、最強陰陽師の異世界転生記というところ、これね、かなり配信人気だったと思いますけどね、数字出なかったですね。まあ1000枚ぐらいね、こういう配信人気ある作品は出てもおかしくないんですけど、僕は結構ね、そもそも相当1話か2話で来ちゃったんですけど、数字出ませんでした。では32です。32、新進化の実、知らないうちに勝ち組人生、進化の実の2期ですね。こちらが数字出ずというところで、ブルーディスク592枚以下、DVD89 枚以下という、こうね、進化の実の数字は出なかったというところでございます。はい、では32です。32、のけもんたちの夜という子はね、今やってるね、にえひめとけものも同じ枠になるかと思ったら、それはめっちゃ面白くてですね、のけもんたちはもう大失速をかましたんじゃないかなって僕の見解ですけれども、のけものはな、絶対もっと面白かったんだよなと思いながらね、もったいないなと思って先に出して、まあ、数字出ませんでした。はい、では32です。32、ショータイム2、歌のお姉さんってしたいという、こうね、総量枠が、数字出ませんでしたというぐらい、総量枠はね、結構売れるイメージがあるんでね、そういう意味ではなんか総量枠でも厳しくなってきたの、俺も話では面白かったですけどね。はい、では32、数字です。氷属性男子とクールな同僚女子というところでね、まあ、これも結構人気、まあ、どうなんだろうな、まあ、でも見てる人、ね、ハマってる人結構いたかなって感じがしましたけれども、まあ、数字は出ませんでした。まあこの週結構厳しかったけどね、ブレディスク638枚だからっていうところありますけど、32になってます。では32です。32、人間不信の冒険者たちが世界を救うようですというところね、こちらも数字出ずというところで、まあ、この週はね、若干レベル高かったのはあったんですけどね、まあ、人間不信、まあ、ちょっと高岡とかもあったりね、したんでね、まず厳しい結果は納得なのかなと思います。では32です。
大池海の回が通じてというところね、まあ、前期序盤、前々期ね、序盤かなり押されてて、僕もね、なんか早々に切ったんですけど、確か、これ見た方がいいですよ、ゆきさんって聞いて、見たんだね、確かね。で、最終回見たっていうところで。なんか映画やるんだったかな、この作品はね。結構終盤面白かったっていうか、まあ、中盤ってか面白かったんですけど、映画かーって思ったら、正直結構記憶としてはあるんですけど、まあ、数字出なかったというところでございます。で、あと32、32しかねえよ、マジで。ハイカード。数字で、これ2期決まりましたね。2期やってんのかもうね。ハイカード僕はなんか結構早めに来ちゃったんですけど、なんか評判はそんな悪くなかった感じがします。数字でなってます。では32です。32。シュガーアップルフェアリーテイルということで、今ね、2クール目やってますよね。数字でというところで、もう2クール目が見てる人は楽しめてんじゃないかなっていう感じがしてます。はい。では32。まさかの結果ですよ、これ。氷剣の魔術師が世界を滑るということでね。氷剣がもう前期も冬アニメを滑るとまで言われていた、この2023年冬にまさかのこれは数字出ずというところでね。あんだけね、もう凄まじい作画崩壊見せ、作画崩壊というか、味のある作画を見せていただいてね、非常になんか面白かったんですよね。当初はクソアニメ、クソアニメ枠だとか言ってね、めちゃくちゃ盛り上がってたら、なんか終盤も普通に面白くて、普通にお勧めするという時代になってましたよね。氷剣が数字出ませんでした。やっぱクオリティは大事と。では32です、32。マユチシオフェンはぐれたびアーバンラマ円が数字ですというところでね、ブレース168万円か、まあ、これかなり続いてるシリーズですけどね、厳しい結果かなと思います。では32です、32。物語を抱いて嬉しいおせ、アルカナさんのね、オープニングめっちゃ好きだったんで、物語、今ね、あの2クル目やってますけども、数字ですというところにね、なりました。いや、これも厳しい結果ね、ブレース168万円か、DVD91 万円かというかね、じゃあブルービスかね、なんか1000万円かとかだったらね、あの、800万円売れてるかもしれないと思えるんですけど、これが厳しい結果です。はい。では32です、32。便利屋斎藤さん、異世界に行く。もうこれ冬アニメだったか。なんかめちゃくちゃ昔の記憶、感覚あるんだけどね。これでもなんか最終的にすごい楽しんだような記憶あるけどな、これ。通じですというところで。これ C2C だったっけね。VS847 枚以下、DVD169 枚以下という方で、まあ、500枚ぐらい売れてる可能性ゼロじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんな売れてないな、多分ね。32になってます。はい。で、いよいよね、ラストで数字ない32。32ラスト。ともちゃんは女の子という方ね、もうこの冬アニメはですね、不作不作と言われながら、ラブコメは非常に豊作クールだったなっていうのをね、思い返してみても思うんですけれども、ともちゃんもめちゃくちゃ面白くてですね、これすごい楽しませていただきましたね。はい。っていうところで、これはね、数字出なかったっていうところで、まずレベル高い数字だったんですけど、ちょっとこれ残念なところでございました。はい。では、ここからようやく数字出てきます。31。これ、衝撃の31です。31。酸っぱい教室、1031。一巻ね、まさかの数字出ずで。マジかよと。まあ、元からね、もう、アニメ放送当時もめちゃくちゃ荒れてましたし、炎上しまぐってましたから、まあ、数字出なかったか、とね、いう感じになったんですけども、まさかの2巻数字出たんですけど、これがさ、89枚って、これはもう出た意味あんのかみたいな。で、これね、一応、あの、スパイ教室さんをかばっておくと、これ DVD の売り上げのみなんですよね。ブーディスクはね、今週確か数字出なかったんで、多分、300万円くらい売れてんじゃないかなっていう。感じあるんですけど、スパイ教室といえばね、冬アニメでめちゃくちゃ注目タイトルでもあり、原作人気ももちろんあって、で、声優陣も非常に豪華で、キャラクターも可愛くて、作家もフィールさんで非常に良くてというところで、あの、いい要素しかなかったはずなんですが、転落しましてね、まあ、まさかの89枚とか売り上げ出たのが逆にいいのか悪いのかという感じが、するんですけれども。そう、1巻の数字出るの時は割とレベル高い種だったんで、まあ、500枚くらい売れてんのかなとか言ってたんですけど、まあ、結果としては300枚くらいかなと、売れててもね、はい。っていうところで、まあ、今2期ね、やってまして、まあ、非常に楽しませていただいてね、あの、私のチャンネルの、ま、視聴者さんもね、非常に楽しまれてる方が多いというところで、スパイ教室、まあ、僕のチャンネルを語るならやっぱスパイ教室見ていただくと嬉しいな。でも、普通に面白いです。面白くなってきて2期になって、ようやく。はい。31です。これはマジで予想できなかった。これ開幕前にこの数字聞いて予想できるやつマジでいいね。絶対にいない、これ。普通にどんだけ爆死しても1000枚ぐらいいくと思ってたからね。はい。では次30位、30位。久保さんを許さない、121枚というところで。厳しいよな。こんなさ、100何枚とか数字出てもなんか、どういう心境で読み上げればいいのかっていう。久保さんよかったけどね。悲しいっす。30位っす。はい。29位。解雇された暗黒衛士、過去30年、スローなセカンドライフ。これなんか、なんだかんだ感想したな、これ。はい。2巻。1巻数字出ませんでしたけど、2巻が125枚というところでね。
数字が出ました。はい、であって28です。28、テクノロイドオーバーマインドというところね、こちらが137枚、はい、というところでね、これも数字出ただけ良かったのかなと思いますけどね。はい、テクノロイドは僕結構早めに来ちゃいましたけど、数字出たのが良かったんじゃないですか。はい、でやつ27位、100枚台多すぎる。もう1本4巻でようやく数字出たんですよね、179枚ということで。厳しいっすよね、冬アニメ一番面白いっていう人はかなり多くてですね、もう一般僕もね一番面白いと思ったタイトルなんで、まあ、正直ね、まあでもちょっと円満正直売れづらいタイプだと思うんですよね、明らかに、うん、なんでまあしょうがないかなと思いつつ、やっぱキャラクター商売だなと思いながらね円満っていうのはって改めて思いましたけども、はい、27位となってます。で26位、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんというところでね、こちらが2巻数字出ました。これも100枚台、100枚台しかないじゃんマジで、189枚という、これ1巻数字出なくて2巻は数字出たというパターンですね。はいはい、ツンリーゼもなんだかんだまあ楽しんだような気はします。はい、では25位、リベンジャー、もうこれも1巻数字出なくて2巻数字出たパターンだね。やばくない？これなんかさ、これ今まで見てる中でなんか数字出た規模が一番厳しい気がするんだけど。うん、正直100枚台、200枚台はもうなんかさ、それだったらブルーディスクで1000枚かぐらいの方がよっぽど規模持てるなと思うんですけど。まあ、リベンジャーもね、まあ、人気だったと思いますけど。はい。240枚でした。では続いて24位です。24位。バーディーダディーズ。これおもろかったね。252枚というとこ。もうちょい売れていいやろと思ったんだけど、やっぱこれがね、女性からメインだったらやっぱ違うんだろうねと思いながら、まあね、バディダディーズ面白かったですよ、めちゃくちゃね。話としてはもうトップクラスに前回冬アニメの中でも面白かったなと思いますけど、エンパオレギは非常に厳しい結果となってしまったというところでございます。はい、では23位です。23位、老後に備えて異世界で、8万枚の金貨を貯めますという、こうね、累計318枚というところね、なんとか数字出たというところでございます。はい、では続いて22です。22、いじらないで長トロさん2期というところで、こちらが384枚というところで、長トロさんもね、なんかやっぱ2期になってかなりやっぱ話題性っていう意味ではね、相当落ちちゃったのかなって正直印象としてはありますけれども、まあ数字出なきゃいいかなこれね。はい、22になってます。よかったですけどね。では21です。21、文豪ストーリードックス第4シーズンというところがね、410枚でした。まあ、文ストもね、なんか最終的には1000枚ぐらい売れたみたいな話も来ましたけれどもね。まあ今ゴチやってますけど、めちゃくちゃ面白いし、まあこんだけ続編続いてるね、作品ですから、まあ多分グッズの売りとかは相当調子いいんじゃないかなと思うんですけれども。うん、まあまあ21位となってます。はい。ではここからトップ20やってきます。第20です。20位。神たちに拾われた男2期というところね、こちら452枚というところね、まあ、これもなんとか数字だというところになってます。はい、もうね、これがよく見えてきたね、452枚が。はい、で19です。19位、虚構推理シーズン2というところね、こちらが4巻が472枚か、うん、っていうところね、まああの結果4巻は売れたというところになってますけどね。はい、虚構推理めっちゃ面白かったですけどね。まあまあこれはしょうがないかなと思いますけど。19位になってます。はい。では次18です。18位。英雄を武を極めるため転生するということで、これね、519枚。これまずまず売れたんじゃないですか。これ結局僕途中で切っちゃったと思うんですけど、これはまずまずなんじゃない ?500 枚っていうのはね、なんか手厚いファンがいたんかもしれないです。よかったんです、これはね。はい。では次17位です。17位。唐突にエジプト神の2期が2期が588枚というと、1期からねかなり落ちちゃいましたけど、まあ、数字は500枚以上出ちゃってるところで、いやまあ厳しいですね。はい、では16位、ユナイトアップというこうね、累計921枚というか1000枚近く、まあ、1000枚売れてるかもしれないですもしかしたらね、というところで、ユナイトアップもね放送延期とかいろいろありましたし、まあもっとヒットさせる気だったのかなと思いますけどね。僕も結局ね、3分ぐらい切っちゃったんですけど、ユナイトアップ、まあでも、しっかり売れてるってことはやっぱね、ファンにこうしっかり届いたのかなと思いますけど、まあ、これ男性アイドルもあったらね、やっぱ1万枚とか売れて何本ぐらいな感じは正直するので、うん。っていう意味でやっぱ厳しい結果かなとは思います。はい。では、15位です。15位。
棒振りの2期ですね。痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。2期が、1107枚というところでね、ようやくね、ようやく15位から1000枚超えてきたといういかんせん決めんですけども、棒振り2期もなんとか1000枚超えたというところでございます、はい。まあ、評価に対して1000枚売れたのはまあ上々なんじゃないかもはやね、はい。では14位、犬になったら好きな人に拾われたというところね、全国の、ね、変態紳士たちが買ったというところで1311枚というところね、これまあ頑張ったまあエロワーク的に言ったらもうちょい売れていいかもしれない、3000枚売れていいかもしれないですけど、まあ15分アニメでしたしね、はい。犬拾刺さる人には刺さったんじゃないかなというところね、はい、すごい頑張ってアニメ化してくれて感謝の気持ちでいっぱいです、はい。では13位、とんでもスキルで異世界放浪飯1502枚というかね、トンスキルもうちょい売るつもりだったんじゃないかなと思いますけど、円盤売れやすいタイプかって言われるとそこはちょっと疑問符がねつくような感じなので、そういう意味ではまあ1500枚ってのはまずまずの結果なのかなとは思います、はい。マッパの作品というかね、非常にクオリティも高くて結構ゆるあまりに緩かったんでね、正直ちょっと評価は厳しめなこと言ってましたけれども、うん、最終的にこれ完走しましたしね、うん、あのスライムかなんか出てきてから結構楽しんだ記憶ありますけど、1500枚、まあ累計は2000枚ぐらい売れてるかもしれません、はい。では12位、異世界のんびり農家1556枚で、これは頑張ってないですか、ありがとうございます。アマプラランキングとかにたまに入ったりしてましたけれどもね、こんな人気あったんだっていうのがあってね、1500枚超え十分ですね今の時代はい、というところで、おめでとうございます、12位となってます。では11位、東京リベンジャーズ聖夜決戦が、1762枚というこうね、まあ、トリオン1期はね5000枚とか最初に売れてたんで、そういう意味ではねだいぶブームも去ってきたのかなっていうのは思いながら、まあ、ディズニープラス独占がねやっぱいらなかったですよね、どう考えても。ディズニープラス独占なのにクオリティが低いっていう一番意味のないことしてたので、まあ、クオリティ高いならまだね良かったんですけどって感じで、まあそれで2000枚ぐらい売れてんだからさすがというべきでもあるかもしれないですけど、11位となってます、はい。ではここからトップ10になってます。第10位、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか4期ですね。こちらが1827枚という、これ断末、まあこれはさすがの結果かなと思います。4期まで来てこんだけ売れてるっていうのはね、さすがの非常に今クオリティも高いですし、話もめちゃくちゃ面白かったですよね。リュウさんやばかったなというところで、10位とトップ10入ってきます。では第9位です。第9位、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン第3クールというか6期かな、第3クールというジョジョもね早く追いつかないなと思いながらなんですけど、3クール目が1852枚、もう売り上がってね、すげえな、さすがジョジョというところでしょうかね、まあ、独占配信になって人気がとかいろいろ言われてますけどね、さすがに人気は取ってる、まあ本当はもっと売れるべきなんでしょうけどね、はい、というようになってます。では第8位です。第8位、天聖王子と天才霊女の魔法革命2289枚というこうね、リコリコの再来化というのはね、もう水星の魔女でみんなめちゃくちゃ騙されましたから、今度こそ頼むぞというユリ作品だったわけですけどね、まあ、最近かなりがっつりユリも描いてくれて僕はすごい満足したなと思いますけど、まあ、この話題の続き方から見てもね、やっぱいかにこうリコリコとかのインパクトがあったのかなと思いますし、円盤もね2000枚超えなんでもう悪くないですけど、まあ、やっぱね最初の当初の感じだったら5000枚ぐらいでもおかしくないなと思ってたんで、まあ失速したなとは思いませんけれどもね、まあ、ちょっとシリアスとか入ってきて難しいところもあったのかなと思いますけども、うん、まあまあ8位というところねなってます。まあ続編、まあ正直ねかなり最終が綺麗に終わったので、まあ、続編来たらまあそれはそれでやったなっていう感じかなと思います、はい。では第7位、トライガンスタンピード2735枚というこれ、おめでとうございます。いやこれはさすがトライガンというところでしょうかね、めちゃくちゃ面白かったですよね。で結局なんか映画かなんかやるんですよね、トライガンって。まあ結構まだ完結でやるのかな、まあ、完結したわけじゃなくてですねっていうところでしたけれども、非常に面白かったし、やっぱトライガンのファンってたくさんいるのかなと思いながら、 CG のねクオリティも非常に高かったというところでね、ファン的にはすごい、ファン大満足の結果のねこの累計約3000枚なんじゃないかなというふうに思います、はい、おめでとうございます。では第6位、スルネ日記というとこね、やべ見てねやべっす。ブンストはね、ゴチがあるというかしっかり覚えてたんですけど、スルネはいつ見ようかなという感じなんですけどね、申し訳ないです。ちょっと見ないとな、これね。でもなんかさ、フリーハマった人はスルネもいけるみたいな気持ち聞くんですけど、フリーはハマってなくてさ、正直。フリー僕、結構ね、最初にリアスしてきたんです、実はね。2865枚、非常に売れてますね。女性のハートをがっちり掴んでるのかどうかよくわかんないですけど、さすが共演作品っていうところでしょうか。6位になってます。さすがと言ってもこれだからちょっと厳しいよな、売り上げな。はい。では、ここからトップ5やってきます。第5位です。第5位。
吸血鬼すぐ死ぬ2期というところですね。吸血鬼すぐ死ぬが累計4164枚というこうね、まあ、1期が何枚とか8000枚ぐらいだったかな、吸血鬼すぐ死ぬってっていうことは、もうめちゃくちゃ売れてびっくりしたんでね、本当にこんな売れんのみたいな、いうのはあったんで、まあでも2期落ちてますけどね、まあ今の時代さすがの売り上げっていうところなんじゃないですか、続編でもね、うんっていうところで第5位となってます。はい、では第4位です。第4位、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていたけん、なんと累計5576枚、あー、これ大成功なんじゃない。まあ、当初はね、このスパイ教室とお隣天使様はこういう感じで争おうかなと思ったら、いや、お隣天使様僕3000枚ぐらいかなと思ったら、すごいね、これ。最終的にさ、多分点々とか当初買おうとか思ってて、みんなこっちに行ったんじゃないかなって感じしますね、正直。まあ、やっぱ、マヒルが可愛すぎたんじゃないですか。はい、それに集約されるのかなと思いながら、結構ね、アニオタたちからはなんか厳しい意見が多かったようなイメージがあります。僕もね、楽しんでるけど、さすがに当分かったかって言ってるストーリーもあったんでね、まあ最終的にはすごいもちろん楽しんだ作品だったし、まあ、2期もね、やるのももう間違いないんじゃないかぐらい思ってますけれども、ほんとね、超甘々、もう砂糖が飛び出ちゃうみたいな、当分かった必死みたいな感じでしたけどもね。まあやっぱラブコメ付きにはたまんないし、やっぱこのキャラがね、やっぱめっちゃ可愛いですからね、でも、良かったのかなと思いながら、でもこれはすごいね、大健闘じゃないですか。まあ、僕は主人公のあまりくんもね、非常に好きでしたけれども、だからまあ、まあ、僕、結局、フレーム A マーク買ってないですけど、もし買うんだったらね、こう、同じ人生様とかそういう作品だったのかなっていうのは思ってますけど、素晴らしいですね、売り上げね。はい、おめでとうございます。良いになってます。配信も強かったしね、お隣天使様は。原作めっちゃ売れてたんで、もう大成功って間違いないんじゃないかなと思います。はい。では、第3位です。第3位。魔導素子完結編というこれね、こちらが、ちょうど6161枚で、魔導素子さすがの売り上げかなというところでね、第3位というところになってます。まあ、あんまどうなんだろうね、やっぱ女性ファンも多いんですかね。やっぱ、そんなになんかアニオタ界隈で話題になってる感じしないんですけど、やっぱこの売り上げってすごいね、しっかり円盤買わそうに、まあもうガッチリヒットしてるかなと思います。はい。では、第2位です。第2位。アリなしなしアリついてるついてないあれどっちどっちトランスランスランス、お兄ちゃんはおしまいがなんと無職転生超えの累計6610万円。想像の上だすな、まさか無職より売れると思ってた人おらんかったよね。最初始まったらわかんないけどさ、始まる前に無職より鬼前だよ、売れるだろって思ってた。いなかったでしょ。僕は結構スタジオポイントだね。これ同じ製会社なんですよ。で、無職のために作られたと言われてるんですよね。無職転生のスタジオポイントのところは。で、当初鬼前って何より道しとんじゃん。しかも TS もの大丈夫なんかみたいな。どんな道に走ったんやとか、散々開幕前言っといて、始まったら、あれ、いいなし、みたいになってたからね。もう、クオリティがね、もう化け物だったよね。まあやっぱ、鬼前2期全然来る可能性あるんでしょうけど、やっぱり絶対クオリティ落ちるんで、なんかそういう意味ではもうあそこで終わっといていいんじゃないかなと思いながらね。結構まあ日常アニメ系だったらね、まあ、よりやっぱ円盤売れ出やすいタイプになったのかなと思いますけどね。まあやっぱオープニングとか、まあ、エンディングの動きがやばかったしね、まあ、作がすごすぎたよね。話も良かったですけども。すごいなぁ。でも、無職がやっと累計5000枚とか超えたぐらいだったと思うんで、もう累計6000枚超えてね、ものすごいですよ、これ。おめでとうございます。はい。素晴らしい。まあ、正直、冬クールだったからっていうのもあるんでしょうけれどもね、まあ。まあでもね、確実にこう、視聴者に刺さりまくったというところで、第2位となってます。はい。そして、いよいよ第1位発表していきます。冬アニメの派遣となった金。これはね、まあ、正直僕は予想通りだったんですけど、まあ、ある種びっくり1位。こちらでございます。ミジオンアニメーション累計9996枚、1位、まあ、多分1万枚いったんでしょうというところで、ミジオンね、まあ結構ね、円盤売り上げランキングってなんか1位とかもそうですけど、まあなんか上位でもさ、もうみたいな、これですかみたいな正直あったりするんですけど、ちょっとこれはなんか反則臭いよなーってのはそれ思って、まあ、ショートアニメだから円盤でさ、その普通のアニメの買うハードルより明らかに低いわけですよね。もちろん値段も低いしっていうのと、まあ僕ちょっとこれがね、これ、まあ、個人的にか見てる人はあんまりいないと思うんで、この動画を見てて、日常見てるって人は、僕正直微妙だったよ、話が話が微妙でさ、僕結構すぐ来ちゃったんですよね。僕ラブライブ大好きファンなんですけどね、もう買ってますよ、二次学の円盤も、スパスタの円盤とか買ってる人なんだけど、ちょっと納得いかないんだけどまあでもイベチケとか入ってたかな、これね、二次を、はい、まあ、ラブライブシリーズの力が見せつけられたかなと思いますし、まあ、これも多分、最終的には1万枚いってると思うんで、そういう意味では、
なんだかんだね、もうまさしく冬のクールと言われた前々期も、まあ、なんとか1万枚も超えて、鬼舞とか女に天使様みたいなサプライズもあって、まあ、悪くはなかったんじゃないかなっていうのは思いながら、とはいえね、やっぱ円盤売れ機がなんか、紹介するたびになんか100枚台とかどんどん数字出るやつが増えてきてる。やっぱ全体の売り上げやっぱ落ち込んでるかなと思うんですよね。っていう意味ではやっぱ悲しいなと思いながらね、この前もね、サブチャンネルで話しましたけど、パッケージの売り上げよりも明らかにやっぱ配信人気の方が大事なんだなっても分かりましたよねっていうのがね、はい、まあちょっとなんか円盤ファンとしては正直寂しいところもありますけど、まあそれも時代の変化なのかなと思いながら、24が1位ということで、冬2023年冬アニメ円盤派遣は24、さすがのラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル動画でね、あのショートアニメっていうかスピンオフっていうのかなでしたけれども、はい、おめでとうございますという感じで、今回の、前々期2023年冬アニメ円盤売れランキングトップ32の紹介は以上となります。この時ありがとうございました。全47作品いかがだったでしょうか。まあね、びっくりの売り上げも、まあっていうかまあ、どっちのびっくりもあったでしょうね。多分、こんな売れてないかって言うとさ、やっぱ、鬼前とか女に出てたら、またみんなすごい、もうマジかめちゃくちゃ売れたなって感じだと思うんですよね。むしろ少ないなって思う人いないんじゃないぐらいのね、勢いで売れましたね。ここはでも、なんかある種やっぱ円盤ビジネスっていうところでまだまだ機能してる。東さんもね、ケイさんも確かに割合少なかったかもしれないですけど、鬼前とか女に出てもやっぱ売り上げがすごいなって見えてきたんでね。っていう意味では、まあ、良かった側面もあったし、まあ、一概に円盤売り見たらね、マジの冬のクールっていうほどはないのかなっていうのを、思いました。はい。まあ、ぜひ皆さんのご感想とかもね、またコメントお待ちしてますし、まあ、春アニメとかね、円盤売りも続々紹介してますけれど、またね、来週、再来週ぐらいからどんどんね、上げていきますし、売り上げで揃ったらランキングとかもやっていきますんで、まあ、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もね、していきますと嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としております。最後までご視聴ありがとうございました。